フランス国鉄 BB26000 系電気機関車は、フランス国鉄が保有、運用する硬直流量用電気機関車である。フランス国鉄では1970年代前半より1980年代中頃まで、いわゆるげんこつスタイルの電気機関車である BB7200 系、BB15000 系、BB22200 型を大量に製造してきたが、1950年代に製造された旧型の電気機関車を置き換えるべく、げんこつ形機関車の後継機として開発、製造されたのが、BB26000 系である。直接的には同じ硬直流機である BB22200 系の後継機であるが、事実上、げんこつ形3系列の後継機とも言える。製造に際しては、最新のエレクトロニクス技術を使用し、直流、交流の両電源に対応できること、最高速度時速 200km 運転が可能なこと、単一形式で優等列車の牽引から、重量貨物列車の牽引まで幅広く対応できること、保守が容易なことなどが目標とされた。従来のフランス国鉄の電気機関車の特徴であった電源方式に関係なく、車体形状や電気機器を極力統一するような設計は行われず、単一形式で幅広い仕様を実現した。1988年から1998年にかけて234両が製造された。当初は264両が製造される予定であったが、後に30両の製造は取り消されている。製造は GEC、アルストムマット社である。車体は、げんこつスタイルとは大きく変わり、前面を傾斜させた箱型車体となった。塗装は、オレンジと灰色をベースにしており、当時の TGV シュットエストにも通じるものである。蒸気の性能目標を実現するため、直流 1500V と単相交流 25kV50Hz に対応し、TGV を討論ティークで本格的に採用された技術でもある参照。交流同期電動機を実装している。軸配置は4同軸で、1台車1モーター方式を採用し、定格出力 5600kW、最高速度時速 200km を可能としている。これらのことから、本機はシンクリニーとバイクロントに由来するシビックの愛称が付けられている。2001年に1両が事故で廃車となったため、2006年現在は233両が、フランス国内の幹線電化区間を中心に特急列車の牽引から貨物列車の牽引まで幅広く活躍している。フランス国鉄では現在列車の運行を目的別に6つの部門に分けており、車両がどの部門に属するかを10万番台で区別している。このため以下の番台区分が存在している。車体塗装は長らくオリジナルの濃淡グレーとオレンジのカラーを維持していたが、近年はフランス国鉄の EN ボヤージュや貨物輸送部門であるフレットのカラーリングを施された車両も増加している。またパンタグラフもオリジナルのものから TGV オットーロンティーク以降の車両に採用されたものと類似した一本マストのものに換装された車両がある。2018年現在、TGV 路線網の拡充などによる客車列車の削減などに伴い運用を離脱、旧車もしくは廃車となる車両が発生している模様である。ありがとうございます。